ヨシュア、あれ？うん。どうしてこんなところに？それ以上近寄るな！これ以上山猫号を傷つけたら絶対に許さないんだから！キールに、ドランに、ヨシュア。お困りみたいね。能天気女、それに、だから誰が能天気を。話は後だ。まずはこいつらを片付けるよ。うん、まったくもう。ブツブツ。行くよ。いつでも。オッケー。はい。続いたわね。大きいやつはやたらと硬かったけど。結社の十人形兵器、レオールガンイージだ。普通は拠点防衛用に使われることが多いんだけど、とにかく本当に無事でよかった。でもなんで君たちがこんな場所にいるんだい？うん、僕たちあんたたちと別れた後、国境近くに潜伏してたんだけど、いきなり空に変なものが現れたから近寄って様子を見ようとしたら、山猫号の動力が止まっちゃって、それで墜落しちゃったわけね。あれ、そういえばあんたのお兄さんたちはどうしたの？姿が見えないけど、どこかに出かけちゃってるとか？ジョゼット、落ち着いて。ゆっくりでいいから、事情を話してもらえるかい？ヨシュア、ヨシュア、ハマは。おやおや、剣社の連中に兄貴たちが捕まった。
ズは僕どうしたらいいの。ごめん、驚かせちゃったみたいだね。もう落ち着いたから大丈夫だよ。まったくもう、いろいろな意味で驚いたわよ。それでジョゼット、他の人たちが捕まった時の状況をもう少し詳しく教えてくれるかな。うん、僕たちここに墜落してからすぐに山猫号の修理を始めたんだ。エンジンはなんとか無事だったけど、それ以外の装置は壊れちゃってさ、修理に使えそうな材料がないかこの辺りを探索してたんだけど。うん、僕たちとほぼ同じ状況だね。3日後くらいかな、足りなかった材料も揃って本格的に修理しようとした矢先にタコみたいな人形兵器が現れてさ、僕がそいつを撃った後で赤い飛行艇が飛んできたんだ。着陸するなり例の両兵たちがわらわら降りてきちゃって、哨戒行動中のヴォーグルを倒してしまったのか。多分破壊された時に発せられる緊急信号が敵に伝わったんだろう。やっぱりそうなんだ。どうしよう、僕が余計なことをしたせいで兄貴たちやみんなが。ジョゼット、まあもうそんな顔すんじゃないわよ。捕まってるんだったら助ければいいだけじゃない。え、いくら犯罪者といえど不当に監禁されているんだったら遊撃士の保護の対象だわ。どうせ結社とは決着をつけなくちゃいけないんだし、あんたのお兄さんたちもついでに助けてあげるわよ。エステル、ちょっと待ちなよ。どうして僕たちが遊撃士なんかに助けられないといけないのさ。へえ、なんかにね。だったらあんた自分一人で助けられるわけ。うそれにあんたたちにはグロリアスを脱出するときに助けてもらっちゃったし、ここらで借りは勝手に返させてもらうからね。ジョゼット、エステルの言う通りだよ。君が一人でここにいたって何の解決にもならないはずだ。それはわかるよね。よかったらしばらくの間アルセイユで待っているといい。多分キールさんたちはグロリアスに捕まっているはずだ。このまま探索を続ければ停泊場所へのルートが見つかるかもしれない。その時は必ず君に伝えるから。わかった、ヨシアがそう言うなら。でもただ世話になるのはカップア一家の名折れだからね。探索だろうが船の修理だろうがきっちりと協力させてもらうよ。ああ、はいはい、ほんと素直じゃないんだから。どこかのお人よしみたいに単純にできてないもんでね。あ、なんですって。ふん、まったくもう、何が原因か知らないけど少しは仲良くできないのかな。あのね、ヨシア、あんたがそれを言う？やれやれ、踏んでしまったようだね。ねえジョゼット、ここは一時休戦にしない？そうだね、どうやら当面の敵はお互いじゃなさそうだし。その打ち解けられたのはいいんだけど、何かまずいことを言ったかな。ううん、ちっとも。気のせいじゃないの？そう、目が笑ってないんですけど。わかった。
探索を再開しますか。そうだ、ジョゼット、この辺りに他の場所に通じている出口はあるのかな。それが見つかってないんだよね。隣の外区に渡るための橋も完全に落ちちゃってるし。困ったわね。とにかくもう一度街の中を一通り調べてみよう。ひょっとしたら何か手がかりがあるかもしれない。そのごめんなさい。あれ、なんで謝るの。心当たりがないなら堂々としてれば。いやー楽しそうだね。これでやっとこの乗り物が使えるのよね。そうだね、早速試してみようか。なんだかあっという間に到着しちゃったわね。かなりのスピードなのにほとんど揺れなかったし、正直大した技術だと思うよ。それはそうだけど、せっかくの景色なんだからもう少しゆっくり走って堪能させてほしかったかも。まったくのんきなもんだよね。確かにちょっともったいなかったけどこれのおかげで随分探索が楽になりそうだ。新しい駅を発見したらすぐに使えるようにしたいところだね。どうかしたのか。うん、ちょっと調べてほしいものがあるの。実はこれのことなんですが。ほう、これはデータクリスタルじゃな。ふん、こいつは特に破損も見当たらんようじゃ。
ちょっと待っておれ。すぐに解析してみせるわい。なるほど、こいつは素晴らしいわい。どんな内容だったの？古代の武具の製造方法に関する記録のようじゃ。なんでもゼムリアストーンという特殊な金属を使うみたいじゃが。ゼムリアストーン、それなら確か持ってるはずよ。このちょっと変わった金属のことでしょ。はあ、なんとも都合がいいの。これがあるなら話は早いわい。ここの施設ならすぐにでも作ってやれるかもしれんぞい。ただしその前に選んでもらう必要はあるんじゃがの。選ぶって何を？実はこの記録には全部で9つもの武具の作り方が記されておるんじゃが、金属の量から考えると鉱石1個につき1つの武具しか作れんのじゃよ。そうなんだ。それは悩むわね。どれを選ぶかはお前さんたちに任せるぞい。どうじゃ、早速どれかを作ってみるかの。わかったぞい。すぐに取り掛かるとしよう。ほれ、完成したぞい。ありがとう、ラッセル博士。これは必ず有効に使わせてもらいます。これからも気をつけて探索するんじゃぞ。武具を作るんじゃな。わかったぞい。すぐに取り掛かるとしよう。ほれ、完成したぞい。ありがとう、ラッセル博士。これは必ず有効に使わせてもらいます。これからも気をつけて探索するんじゃぞ。Thank you.